メインアリーナ、岡山市総合文化体育館は、岡山市南区浦安南町の浦安総合公園内にある体育館を中心とした公共施設である。当体育館は、旧建設省の推進したカルチャーパーク構想に沿って建設され、浦安総合公園の施設の一つとして1982年に開館した総合体育館である。また、武道場、弓道場、図書館等を併設し、スポーツ教室も開催され、カルチャーパークの別名を持つ文化施設でもある。施設は岡山市が所有し、財団法人岡山市公園協会が管理、運営している。メインアリーナは2から3階の固定席と仮設席により、シアター形式で4500人から8000人を収容できるため、各種屋内競技の他に、イベントやライブの会場としても使用されている。1988年瀬戸大橋開通及び岡山市市制100周年を記念して始まったマーチングイベント。マーチングバンドやバトントワリングの団体が北海道から沖縄まで、幼稚園児から社会人まで45の団体が参加し、当体育館はメイン会場として毎年10月中旬に開催され、岡山国際音楽祭のイベントの一つとされている。2009年4月22日と23日、蛇が配電盤に入り込み、停電が発生した。その後の調査の結果、原因の隙間が約20カ所発見され、1982年の開館以来、目立った改修が行われていないことによる老朽化が浮き彫りとなった。国道2号岡山バイパス、豊成交差点から空港線を南へ約 3km。ありがとうございます。